皆さんお久しぶりです。ようやくペプシガンマの最後の動画を投稿することができました。ぜひゆっくり見ていってください。まずこれはラジエーターを作っているところですね。トップスタジオさんのエッチングパーツを使いながら組み立てています。そして全体をシルバーで塗装してみました。そしてホースバンドを取り付けていきますけど、これをきれいに曲げるのが本当に難しいですね。最終的にこんな感じでピンセットで挟んで指を使って曲げていきました。こんな感じですかね。これをこんな感じで接着します。これがあるとリアルに見えますね。そしてラジエーターを取り付けていきます。続いてイグニッションコイルはパイピングコードを接続できるように加工してから取り付けていきました。でプラグコードをここに接続しました。ここでリアスタンドを塗装して取り付けたので自立できるようになりましたね。トップスタジオさんの部品を使ってこの挿絵にあるような伝送パーツを再現していきたいと思います。なかなか難しそうですね。これがレジンのパーツですね。それとこれは熱収縮チューブですね。そしてパイピングコード、これに加えてモデルファクトリーヒロスさんの 0.3 ミリのカラーコードも使っていきます。先ほどのパーツを使ってこんな感じに仕上げてみました。そしてこれを取り付けていきます。でこんな感じになりました。配線類を追加すると一気にリアルになりますね。ここからはフロントフォークの組み立てに移ります。まずインナーチューブはトップスタジオさんの金属製のものに置き換えます。カットして穴を開けてこんな感じで差し込むだけですね。なかなかいい感じですね。ハンドルの取り付けに関してですけども、こんな感じでくぼみに差し込むようになってますけども、そこの隙間にプラ板を貼り付けてハンドルは横から差し込むことができるように改造してみました。こんな感じで横から差し込む形で取り付けれるようになります。多分この方が組み立てやすくなるんじゃないかなと思いますね。これはフロントフォークキャップのパーツですね。トップスタジオさんの金属パーツやエッチングパーツをたくさん接着していくことで組み上がりますね。これもなかなか大変な作業でした。そして各部にウェーブさんのリベットを使ってボルトを追加しておきました。そしてフロントフォーク周りのパーツを塗装していきます。さらにボルト類を追加していきます。アンダーブラケットにはこんな感じで金属リベットを左右に2本ずつ差し込んでみました。ちょっと横からも見えるのでかなりいい感じになりました。フロントフェンダーのデカールですけども、なんと鈴木の文字がずれていました。
この時点では気づいてなくて普通に貼っていますね。途中で気づいてナイフで慎重に切り離して位置を調整しておきました。藤見さんのトラップ本当に恐ろしいです。続いてフロントブレーキキャリパーを組み立てて塗装しました。そしたらフロントフォークに取り付けていきます。かっこいいですね。なかなかいい感じです。フロントフェンダーにステーを接着、ステムベアリングのパーツをフレームに取り付け、そしてトップブリッジにハンドルパーツをここで取り付けておきました。ここでステアリングダンパーを組み立てないといけないことに気づくので急遽組み立てています。そしてこの後塗装しておきました。ではフロントフォークを組み立てていきたいと思います。タイヤにフォークをつけてシャフトを差し込んで固定して、その後フロントフェンダーをこんな感じで固定し、アンダーブラケットを差し込みます。ここで忘れないようにステアリングダンパーを入れておきましょう。そうしたらフレームに差し込んで、上からトップブリッジで挟み込んで固定します。入りましたね。これでようやく二輪になりました。かっこいい。ステアリングダンパーのシャフトをフレーム側で固定しておきます。ここからはチャンバーの塗装に移ります。まず仮組みして干渉する部分を削っておきました。その後 EX ブラック、EX クリア、リアルクロームライトの順に塗りました。そして細切りのマスキングテープを貼っていきます。それでは焼き色をつけていきたいと思います。各種クリア塗料を上から塗り重ねて焼き色をつけてみました。今回はこんな感じに塗ってみました。どうでしょうかね。そしてマスキングテープに沿って墨入れを塗ってみました。そしてマスキングテープを剥がしていきます。こんな感じになりますね。ジャンパーが完成です。今度はサイレンサーですね。これも塗装してデカールを貼ってトップスタジオさんのパーツでディティールアップしました。ではジャンパーを取り付けていきましょう。まずは下側の2本から取り付けていきます。これが独特な形をしているので綺麗に取り付けるのがちょっと難しかったですね。そして上側ですが、こっちは割と簡単に取り付けてきました。この4本チャンバーの迫力といったらないですね。めちゃくちゃかっこいいです。このシートカウルの取り付けはかなりきつくて難しいですね。なのでこの辺りを可能な限り削っていきたいと思います。ビューターで思い切り削っておきました。こんな感じですね。そしてサイレンサーの方もマグネットで固定できるように改造しました。これでシートカウルを取り付けした後にサイレンサーを後から取り付けていきます。
横の2本のサイレンサーは普通に接着です。どんどんかっこよくなっていきますね。本当にたまりません。ハンドルの組み立てです。まず組み立ててからそれぞれ細かく塗装して塗り分けました。さらにディティールアップパーツも取り付けていきます。そしてグリップには極細のワイヤーを巻き付けてみました。これがあるとちょっとリアルに見えますよね。ではリザーブタンクを取り付けて、そしてハンドルも取り付けていきたいと思います。さらにフォークキャップもここで取り付けておきました。今度はメーターですね。メーターはトップスタジオさんのパーツを使って組み立てていきます。この三角形のパーツだけキットのパーツですね。メーターパネルにはデカールを貼って、そしてキットのクリアパーツを取り付けました。そして適当に配線を作ってメーター裏に追加し、それからメーターをステーに取り付けました。さらにこの謎の2つのボトルを取り付けてからメーターをフレームに取り付けです。そうしたら各種パイピングをしてメーターの完成です。このごちゃごちゃした感じがすごくいいですね。ステップを組み立てていきたいと思います。このステップもほとんどトップスタジオさんのパーツで組んでいくことになりますね。一部キットのパーツも利用します。ではこの右側のステップを組み立てていきましょう。こんな感じになりますね。ではこれを車体に取り付けます。そしてリアブレーキホースを接続し、左側も同じようにして取り付けておきました。このメカメカしい感じがいいですね。外装を組み立てていきます。まずカウルの内側を黒く塗装しました。それから全体をホワイトで塗装です。フロントのゼッケン部分はデカールを使わずにマスキングして塗装することにしました。塗装が終わったのでデカールを貼っていきます。このフォンデュブロックっていうのが常にお湯を使えるのでデカールを貼るのにすごく役立ちますね。すごくおすすめのアイテムです。サイドの大判デカールは分割してから貼ってみました。この方が貼りやすいかもしれないですね。デカールが貼り終えました。ではクリアコーティングして取り出ししていきます。ピッカピカになりましたね。すごい光沢です。アッパーカウルにスクリーンを取り付けました。そしてタンクにはタンクキャップを取り付けます。シートカウルにはシートを取り付けですね。各部に金属リベットを打ち込んでいきました。
これでほぼ外装が出来上がってきましたね。今度はタンクの固定ベルトを組み立てて取り付けできるようにしておきました。さらにアッパーカウルステーには割りピンを追加です。では外装を取り付けていきたいと思います。サイレンサーを外してからシートカールを取り付けていきます。ちょっと怖いですね。ナイロンフィルムでチャンバーを保護しながら取り付けていくことにしました。はまったかな。入りましたね。そしてナイロンを外します。これでシートカールは外せないですね。そしたらサイレンサーを差し込んでマグネットで固定です。できました。いいですね。アンダーカールは下から差し込んで少し広げながら上に持ち上げて位置を合わせます。つきました。アッパーカールも差し込んで取り付けます。そしてアッパーカールステーをここで接着していきます。これはちょっと難しいですね。そしたらタンクを取り付けて、そしてパイピングをしていきます。ということでペプシガンマついに完成しました。制作開始から約半年でようやく完成ですね。何度も仮組みと調整しながらの組み立てだったので本当に苦労しました。でもかなりいい仕上がりになったのでとても満足しています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。このギットの制作中にライブ配信した動画はメンバーシップに登録すると見ることができます。興味のある方はぜひメンバーシップもご検討くだされば嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんも良き模型ライフを。